すいません、本日こんな、上映とこんな詰め込んで見ていただいてありがとうございます。はい、本作監督しました、井上です。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。本当におめでとうございます。作り始めた時に、こういう憲法の映画作って上映してくれる劇場があるんだろうかっていう不安から始まったんで、本当にありがたいです。ありがとうございます。ございます。では短い時間で井上さんじゃあ行きますよ。はい、じゃあ井上さんまずですね、この映画を井上さん作るっていうのは僕もちらちらとは聞いてたんですけども、はい、なぜ今この映画を井上さんは作ろうと思ったんでしょうか。まあ、ちょっとだけ固い話から言うとですね、はい、まあ、安倍政権になって、特定秘密保護法案、はい、集団的自衛権の行使のように、それから、まあ、共謀罪、はい、で割と将来、10年20年後に禍根を残してやろうような法案、重要法案がですね、はい、で今まで誰も手をつけなかった、踏み込めなかった法案が、まあ、大した軸義もないまま、はい、国会前にどれだけ反対の人の声があろうとこう通っちゃうわけです、はい、で、まあ、盛りかけ問題や、統計不正とかいろんなことがあるのに、一向に自民党の支持率下がらずに、はい、まあ、ついに、衆参ともにいわゆる改憲勢力といわれる自公、それから維新で3分の2超えて、これ、まあ、いつでも改憲発議ができて、まあ、一応ロードマップでは2020年の国民投票を目指すと言ってたわけです、はい、でもしかしたら、今度の5月3日、現行憲法の最後の憲法記念日になるかもしれない時に、はいはいはい、憲法の映画が一本も作られなくていいんだろうかっていうのはずっとあったんです。で、実際この映画なかったら他にないわけで、そうですね、はい、で、まあ、僕の師匠の若松コーチとこの映画館を作った人がいつも映画を武器に世界と戦うと言ってて、これ世界では韓国だろうがヨーロッパだろうが、はい、ハリウッド映画でさえと言い方をしますが、これ全部社会と向き合った映画をちゃんと作ってる。なぜか日本だけそういうものが一部のインディーのドキュメンタリー映画以外には作られないという現状で、まあ、何かをやろうと思ってずっと探してたんです、はいはい、でただ憲法の映画って言ってもどうやってやろうかちょっと全く見えなくて、最初は自民党の改憲草案をおちょくってやろうと思ったんです。あ、はいはい、で、まあ、皆さん自民党の改憲草案をですね、これ大げさじゃなくて今でも堂々と自民党のホームページに改憲草案ってやったら載ってますけど、はい、やろうとしてることは国民主権の縮小、はい、基本的人権の尊重の軽視、それから、戦争放棄の放棄、はい、でもこの3本柱で、まあ、この中でも言ってる憲法は国民が国を縛るものから国が国民を縛るものに変えようとしてる、うん、でそれを、分かりやすく自民党の6人ぐらいの政治家が、はい、我々の改憲草案はこんなに素晴らしいんですよって分かりやすく解説するっていうのをやろうと思ったんです、はいはい、で、まあ、当然のように僕たちはこうやって低予算で映画作らなきゃいけないからそのゲリラ戦をやろうと思ったんですが、はい、そうした場合ですね、これ真面目に撮られたらどうしようってちょっと本当に不安になっちゃったんですよ。すげえな自民党の改憲草案みたいな。それはありますよね。で、はい、で最後に何かつけなきゃいけないと思ったけど、何か子供たちが出て何かそれ違うんじゃないって言わせてもおかしいと思ってるところに、松本博さんの憲法君の絵本の記事を読んだんです、はい、でヒロさんがもう22年間僕はやってるのを知ってましたが、あの舞台を見たことなくて勉強に、はいはい、で絵本を読んだ時にやっぱりものすごくやっぱり感銘を受けました。で多分ですね、これ憲法君ってこれアメリカのコメディアンが合衆国憲法君とやってないと思うんですよ。そうやってないです、ね、これイギリスのコメディアン、はい、マグナカルタ君やってないって、はいはい、憲法君っていうとんでもない擬人化という発明をして、しかも平易な言葉で語る、はい、でこれいつも言ってるんですけど、我々の映画って規模の映画って結局届く方にしか届かない、もしかしたら今日だって憲法このままで大丈夫なのかと思う人が見てやっぱり変えちゃいけないという自己確認しかならないかもしれない、はい、だけど本来表現というのは届かない人に見てもらってその価値観揺さぶることだと、うん、でヒロさんの舞台ももしかしたら届く人しか見てないかもしれないけど、憲法君というもので届かない人が例えば子供が見ても分かるように作って、でそれはものすごく僕の思いと通じたわけですよ、はい、で、あ、これをやればいいんだ。ただヒロさんが演じてしまったらそれこそヒロさんのところから広がらないんで、はい、せっかく映画でやるなら戦争を経験しててご自分もいつまで健康でこうやって入れるんじゃないか、はい、人生からリストラされちゃうかもしれないって言ったら美佐子さんに失礼ですけど、そういう役者さん誰かいないかなと思って探して、はい、美佐子さんにたどり着いたんです。で、そこでこう、まあ、要するに2つこうくっつけてやるんで、はい、まあ、僕はシナリオライターが本職なんで、はい、シナリオを書いたわけですよ、はい、自民党の改憲草案を見てこれじゃ映画として持たないと思って、はいはい、
ただもう美佐子さんでやること決まっちゃったんで、その自民党の総案はキャスティングしてたんですけど全部ごめんなさいして、とりあえず憲法君だけを取ったんです、はいはい、去年の6月に12分の前頭、頭だけの憲法君だけを取って、はいはい、さてじゃあ残りの1時間それだけじゃ公開できないからっていうんで、で僕はですねそうやって例えば美佐子さんキャスティングするときいつも役者さんにお手紙書くときにその人の自伝なりインタビューなりちゃんと読んで、やっぱり僕は割と誠実にやってたんですけど、はい、美佐子さんでどうかと思ってパッて打ってみたら去年亡くなったうちの母親と全く同じ誕生日だったんですよ、はい、1932年の10月23日って、はい、で僕は運命論者じゃないけど、それやっぱり運命感じるじゃないですか、で全く何も読まずに手紙書いて OK もらっちゃったんですよ。あ、すごいですね。でこの映画で描かれてるこの朗読劇も、しかもあっちの初恋の水永君の話は、はい、国語の高校の教科書にまで載ってる話だと知らなかったんです。あ、そうなんですね。それではちょうど2週間ぐらい経って、はい、まあその BS 朝日の女の子が取材に来てたんですけど、はい、呼び出されて、まあ、撮影って僕たちはこれ江本明さんちの地下で撮ってるんですけど、東京から僕たちはこう現場にいるから控室の話は聞けないんですけど、彼女は控室でこの話を聞いてたんです。で井上さん、実は私自分の局でやろうと思ったら企画通らなかったから井上さんが撮ったらって言われた、で、はい、もう稽古4日後かったよって言われて、はい、あもうそれだったらもう映画とくっつくか分かんないけど、そんな試みがあって広島まで行くなら、うん、もうこれは撮るしかないと思って、もう急遽撮ったというのはこれだったんです。広島の人のおつまり朗読劇で、まあ、当然女優さんたちのインタビューも、まあ、直感的にこれは残しとかなきゃいけないだろう、はい、で実際に、まあね、今日今もう皆さんご覧になったばっかりですけど、ヒーローさんがあんな風にね、はい、朝ドラのヒロインやった25歳の仕事が殺到する女の子に向かってその仕事に正義はあるかってもうありえない話じゃないですか、はい、ただやっぱりそういうことを問いかけていくことが残したことも僕あれだったんです。でまあ実際に撮ってみたら、はい、まあ憲法君をお尻につけるか頭につけるかっていうことですけど、はい、普通はお尻じゃないですか、こういうことがあって、ね、はい、ただやっぱりそれは違うと思って、うん、僕はなんか憲法君は頭の気がしてたんです、はい、で憲法君をやった美佐子さんがこういうことがありました、だから最初はねこれ憲法君と私ってタイトルにしようと思ってたんですよ。あ、はいはいはい、でまあ作ったらですねやっぱりこの朗読劇のあのインパクトとかあれが強いんで、はい、憲法が逆に薄くなるんじゃないか、うん、で、まあ、スタッフの一人がもう一回全文最後に読みたいよねって言うんでああいう形になったんです。だからもう一度最後に入る。そうです。で結果そしたら、まあ、ちょっと見ていただいた皆さんに僕が解説するのもあれですけど、やっぱ冒頭で私の理念は全文にあるって言っても、はい、実は耳に入るのってせいぜい2割か3割じゃないですか、はいはい、ただ憲法君が言うこんなにも恐ろしくこんなにも悲しいことから生まれた私は理想だったんでは、二度と繰り返さないために生まれた理想だったんではないですかっていうその理想の部分が、あ、実は悲惨なそのこんなにも悲しく恐ろしい部分があえて具体になったことによって、はい、やっぱその全文がやっぱり重さや深さが違って聞こえたるんじゃないかっていうのがやっぱりあの本当に結果的にね、だからあの本当にこの映画は、はい、あの亡き母と全く同じ年だった美佐子さんになんか導かれた感じで出来上がったんじゃないかなっていうのはね、やっぱり運命、まあでも映画ってそういうとこありますね。いやあの本当に映画ってやっぱり基本的にもの作るなんて何かの縁を大切にしてるかどうかみたいなことなんですよ。それをちゃんと手繰り寄せるか、あの本当にそういう意味じゃ幸運だったと思います。まあでそうなんですよ、短い時間ではあるんですけど、はい、もう一つだけ聞かなきゃいけないことがあって、はい、あの実は我々が最初に見せたバージョンと違うんですよね、はい、実は公開されているバージョン。それを聞きますか。聞きますよ。じゃあ、まあ、いいです。びっくりしたのでそれはぜひそれを最後にいただければと思いますので、まだ今 何分ぐらい、またあと6分です。まああのですね、はい、皆さん今日この映画見てて普通なら映ってるものが映ってませんよね。そうなんですよね。まあ朗読劇終わった後に、はい、中学生との交流会が開かれて、はい、普通なら交流会映って一見言いますよね、はい、ないんです。そうなんですよ。我々が見た時はあったんですよ。あったんですよ。でもあってですね、まあ、ちょっと一応この話をするのは、はい、多分今の日本の表現もしくは報道マスコミの間で行われている一番の問題が多分内包されていると思うからちょっとまあ、じゃあせっかくお話ししますが、はい、まあこの映画広島の公立中学です撮影しました、はい、で本来は公立中学と私立中学だったんですけど、
雨見ていただければ分かりますが西日本豪雨だったんです。あで、まあ、その中で美佐子さんねあんな風に言ってる、はい、で、私立中学中学になって公立中学だけであの朗読劇はそこの中学から5人参加して一緒に10分ぐらいだけ一緒に朗読して最後交流会で言うんです。で、まあ、いわゆる初号者というので初めて皆さん見た時に、まあ、女優さんの一人がこれ今ネットであのインタビューだからこういう名詞は避けますが一人の女優さんが、我々はじゃあ中学校には朗読劇のドキュメンタリーだと思って許可を中学は OK してるんであって、はい、こんな風に憲法君に挟まれてこんなタイトルがついたらダメなんじゃないって要するに小さな忖度をしたんですよ、はい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 、ただ見てもらったらその子たちものすごく良くて、例えば一人の女の子朗読劇に参加した女の子はその交流会でこうやって言うんですよ、私は広島に生まれて良かったです、はい広島に生まれたからこういう平和教育もあるしこういう機会をいただけ貴重な経験させていただける。ただ世の中には平和の大切さをまだまだ分かってらっしゃらない方が多いんで、そのことを私は伝えていかなきゃいけないってものすごく言っちゃうんだよ。で、もうそれがやっぱり彼女たちの受け継ぐの受け手側だったんでどうしたって残したいしそこで泣けるとこなんですよ。で、はい、まあ広島はちょっと特別で、女優さんたち営業して、まあ、ある NGO 団体が公園を買って学校をブッキングするんです。あ、はいはい、で、そしたらその公園を買った NGO のあのまあ主人ね、あのおばさんがですね、はい、それを聞いていやそれはまずいんじゃないってこう忖度が大きくなるわけです、はい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 、で大きくなった忖度が校長のとこに行ってただ僕は自分どこの撮影も許可してもらってるし大体原爆が良くて憲法ダメみたいな思いもあるし、うん、何よりも自分どこの生徒がとても素敵だったので、はい、DVD とかサンプルを見せたら OK だと思ったんですけど、はい、見せた瞬間に電話かかってきてこんなものにうちの生徒出して殺されたらどうするんですかって命を狙われたら、はい、で僕はその瞬間電話口で笑っちゃったんですよ。そんなこと起こるわけないじゃないですか、はい、ただもうね監督は本当に殺されてもいいんですかみたいなことなわけで、多分今のことってその忖度の問題と、はい、ありえもしない多分何か危機抗議の声だったり、はい、僕は脳内リスクと呼んでますけどその忖度と脳内リスクによって自主規制という名の無自覚な表現の自由の放棄をしているのが今のこの国だと思うんです。でだんだん政治的なものは作られない、はい、音楽や笑いからもなくならない、安倍政権を批判するウーマンラッシュアワーの村本さんは批判されるけど安倍政権を吉本新喜劇に挙げた吉本興業吉本新喜劇は批判されないみたいなね、そんなことがあってですね、まあ、僕はもちろん抵抗したんですよ。そしたらなんとですね、美佐子さんにその NGO 団体から電話があって、はい、このまま行ったら、今年最後の年で5公演決まってたんですが、はい、その5公演を中止せざるを得ない、まあ、要するにはっきり言えば脅したわけですよね。で、美佐子さんが、僕にちょっと会おうって言って私もそういう井上さんの言う忖度がものすごく気持ち悪くてこの国がこうなってるのはもう嫌だ、だから私はこれに出たんだっていう。だけどここでこの5公演があったら終始トントンで終われる、だけどなかったら赤字になってそしたら夏の会の皆さんに申し訳ないから井上さんなんとかならないかと言われて、まあちょっと本当にそれは一番のウィークポイントなんで考えて考えて、ただ今言ったようにこれは美佐子さんとのある種共同作業で作った話なんで、まあそれで切ってああいう形にしたんです。だからあの女優さんたちの横顔だけをモノクロにしてスローモーションにしたのは僕なりの鎮魂のつもりだったんです。その表現が死んだことに対する、だから要するに僕のようなって言うんですけど、はい、そういうことに自覚的な人間ですら負けなきゃいけない、いかに他にこの国でそういうことが起こってるかという、憲法の絵が作って、ただね本当に固い話で終わってもあれなので、東京の初日ポレポレ美佐子さんと一緒に舞台挨拶やった時にですね、はい、まあ本当に余命半年って宣告された直後に美佐子さんのキャスティングが決まって、撮影は僕犬山ですけど犬山の母との東京の撮影行ったり来たりしながらやったんですけど、はい、まあその母の記憶力を見てたら12分のセリフを覚えられないっていうのはすごいことだと思うんですよ、はい、でどうして美佐子さんやってくれたんですかって言ったら、美佐子さんがその舞台で私は役者というのはセリフを覚えて初めてお金をもらえるものだと、はい、ただ
この映画はあんまりお金もらえませんでしたけど、ね、はっきり言ったらスポーツ報知が取材に来てて、そこだけこうやってなんかお金もらえなかったっ、あの我々憲法を大切にしようって言ったら我々が憲法違反してたそういうところ落ちましたね。なんで俺も笑わせて笑おうとしたの。いやいやいや、あのそうなんです。で、あのすいません、まあ、本当に最後はすいません。で、ですね、ちょっと自分の作った映画はですけど、はい、この映画やっぱり僕は足りてないと思ってます。それは残念ながら戦争被害だけやって、うん、戦争加害の問題をやってない、うん、で僕はこの映画をやって、憲法というのは生きてるためだけの人のものじゃなくて、ああやって死んでいった方たちの思いも載せてると思いました。ただそれは被害に遭った方じゃなくて、我々が日本が殺した中国の方だったりアジアの方だったり2000万の人たちの思いも込めてる。でそれをやってません。でそういうことも含めたことが全部書いてあります。もう一個言うなら、例えば9条の中でどこか犠牲になっている沖縄の問題とか、はい、ですから、それを書いてますし、あとこれの政策の学びは、今弁護士ですがもともと憲法学者で、彼自らが Q&A で、はい、まあ、よく言われてるよその国ではいっぱい憲法を変えてるのにとか、うん、じゃあ9条の中で自衛隊はどうなのといった、多分皆さんがなかなか答えづらい Q&A もあるし、はい、僕とですね、最近あの箱の中の天皇と書いた赤坂真理さんという小説家と僕と真奈美の座談会とかかなり踏み込んで書いてます。ちょっとここではもう端折ります。あの、ぜひ読むことありますので、僕でよければ、はい、あとですね、皆さん全然写真撮っていただいて、今頃ですよ、そうですよ、あの、お引き受けてください。そうですよ。であと、これは800円で販売しております。で、あの、そうだよ、僕がサインします。僕でよければ、で、もう早く明日も舞台挨拶、上映前なんですけども、明日そのまま京都大阪に行かなきゃいけないんで、上映前になりますし、10時10分から、しかも前からやりますので、これ3週ですけど、もしかしたら延長するかもしれないですね。ちょっと僕は木山さんに連携したいように交渉しますので、ですから、今日ご覧になってもう少しでも心に引っかかった方は、これを本当に SNS でも何でもいいんで、はい、口コミも一番大切で、あのどうかこういう映画があると伝えてください。こういう映画作っていいことはやっぱり報道されたり、何かこうやってこういう映画があるよって言ってくれていただくことによって、僕はそれがたとえ観客動員に結びつかなくても、こういう映画を作ってる人がいる、こういう舞台をずっと届かない人に届けようと思ってやってる女優さんたちがいる、はい、でそういうコメディアンがいるってことがですね、あのやっぱり今の世の中何をやっても変わらないんじゃないか、閉塞感につって何か諦めにもった気持ちに、ね、なってる人たちの何か希望の光といっては大げさですが、そういう人たちの肩を叩くような存在にこの映画がなればいいと思ってます。あのですから、あのぜひ、あの絶対にこれ諦めたら負けですから、はい、あの相手の持つものなんで、皆さん、あの諦めずに、あの、あれですよ、今映画の力見せるべきですから。いやいや、本当にそうなんですよ。もう我々ができる水際の戦いはこういう映画を作り続けて、こういう映画を一人でも多くの届かない人に届けることしかありません。あのですから、今日この、あの満員の観客席、永瀬正敏さんや井浦新さんがいない中での、はい、満席は初めてです。ありがとうございます。